どうも、セイラです。今回は、どんどんマイナス思考になっていく人の決定的な特徴っていうのを話していこうと思います。僕はよくね、いろんな方々から質問されることが多いんですけども、そういった質問の文章とかを読んでいて、結構思うことっていうのがあるんですよね。あ、悩みやすい人とか、マイナス思考になってしまいやすい人とか、どんどんバッドな状態になってしまう人っていうのは、この特徴があるなっていうのが結構見えてくるんですよ。ほんとたくさんの何百人という人の相談とかを見ていると。なので、そういった人の特徴っていうものを知ってもらって、あ、私これやっちゃってたわっていうのを理解すると直すことができるので、なのでぜひね、今回の内容をしっかりと見て、直していく。まあもちろん改善案っていうのも提出っていうか、提案していくので、そちらをしっかりと踏まえた上で、これからどういう風な選択をするのかっていうところを考えていってもらえたらなという風に思います。で、まずですね、マイナス思考になっていく人っていうのはどうでもいいことに正解を求めてしまうっていう特徴があるんですよ。どうでもいいことに正解を求めてしまうです。例えば別れた人の服とかってどうしたらいいですかねとか、別れた人と一緒に着てたペアルックの服とかって捨てた方がいいのかなとか、まあ捨てた方がいいかもしれないけどね、とか、他にも今日の靴何がいいかなとかああいう風に言われたんだけどなんて返したらいいかなとか、いちいち正解を求めちゃうんですよね。で、正解って別にないんですよ。そういったいろんなことに対して、いろんな、世の中ってね、いろんなことありますけど、それにいちいち正解なんてないんですよ。正解があるのは学校のテストぐらいなんですよね。だからほとんどのことって答え出さなくていいんですよ。答え出さなくていいのに答え出さなきゃいけないと思ってしまうから悩んでしまうわけなんですよね。だからもう本当に極端に言ってしまうことなんですけど、悩みの9割ってどうでもいいことなんですよ悩みの9割ってどうでもいいんですね。で、僕自身もそうなんですよ。僕もよく悩みます。悩むというか、小さなことに不安になったりとか、あれでどうだったのかなとか、こうだったのかなっていうふうに思うんですけど、大体のその不安って現実にならないんですよ。で、大体どうでもいいですね。相手は何も気にしなかったとかって多いんですよ。で、こうやって人は勝手に不安になるもんなの。人って勝手に悩むもんなの。そうやって脳ができてるから、そうやって人間は自分の身を守ってきたから、それって人間の性質なんですよ、ただの。で、その性質に対して落ち込んでしまうから余計に自分がバッてなっていくだけで、自分の性質だって分かっていたら、あ、まだこれ悩んでるけど、結局無駄だからってこの悩みで。だって答え出さなくていいし、答えなんてないもん。あの時こうしたらよかったって今思ったところで出さなきゃいけない答えってないもん。じゃあ大事なのって、これから先自分がどうなっていくかだよね。そういうところは考えるべきだよね。で、そういうふうに答えを出すべきところって1割ぐらいしかないんですよ。だから、その1割の答え出すべき部分に意識を集中させた方がいいっていうことなんですよね。だから僕で言うと、この発言であの人ってどう思ったのかなって過去のことを考えたりとかってしても全く意味がないわけですよね。悩みって大体過去を見てますからね。過去やってしまったこととかを考えて、ああやっちゃったとか余計なことを考えるわけなんですよ。で、あの時どうしたらよかったんだろうみたいな、なんでこれからどうしたらいいんだろうみたいな、マイナスな方向で考えちゃうわけですよね。じゃあどうしたらいいと思いますかみたいになってくるわけなんですよ。でもそれって別に答え出さなくていいんですよね、別に。だってそこで、ああれどうしちゃった、マイナスになってるっていう、このマイナスの方に矢印が向いてる状態で答えを出そうとしても、もしプラスな答えとか出たとしてもね、でもさってなっちゃうでしょ、どうせマイナスな自分がこうしたらいいじゃんってプラスな発言されたとしても、いやでもってなるもんなんですよ、人って。だからとにかくそういったこととかに答えを出そうとしないっていうのが大事なんですよね。答え出そうとしても結局バットになってる自分じゃいい答えなんて出ないからです。じゃあ大事なのって何なのっていうと、自分の大事な未来を見るっていうことですよ。自分の未来に向けてベクトルを向けていく。自分がこれからどうなっていきたいのか、理想の自分って何なのか、どういった面白いことをしていきたいのかっていう楽しい方向に自分の矢印を向けていくっていうことがすごく大事になってくるわけなんですよ。人が悩むときって変な間があるときです。間があるから悩むんですよ。間があるから余計なことを考えるんですよ。でも本当に自分がこれもやりたい、あれもやりたい、これもやりたい、あれもやりたいって言っても予定ぶっ詰まってて、あそこであの人とアポを取ってとかっていうのをやってる時に余計なことって考えないじゃないですか。とにかく目の前のタスクを達成すること、目の前の遊びを全力でやることに意識を向けますよね。でも悩んでしまう人って何なのかっていうと、結局何かをしていてもスマホをいじってるとか、何かをしながら余計なことを考えてるとかって言って、今に集中する力がないからなんですよ。今とか未来に対して自分が進んでいくっていうことに集中できない人なんですよ。
ですよ。だから余計なことを考えちゃうんですね。だからそうじゃなくて、しっかりと自分の未来っていうものを見据えて、今自分がするべきことっていうものを見て、そして全力でそこに頑張って努力をして、全力で目の前のことを楽しんで、で娯楽をするのであれば全力でそれを楽しむんですよ。テレビを見ながらスマホなんかいじってるから悩むんですよ。だって余計なことを考えるから、余計なところに何かをしながらでも余計なことを考えるっていう癖がつくから、それでマルチタスクをやっていくことによって自分に間が与えられてしまうんですよね。だから目の前のことを全力でやるっていう意識を持つ。そのためにも集中力で絶対高めた方が良くて、で今メンタルケアでめちゃくちゃいいって言われてるのが瞑想なんですよ。瞑想っていうのは一つのことに集中する、呼吸とかに意識を向けるっていうことを言われてるから、でその結果自分のメンタルが強くなっていくわけなんですね。自分の集中力っていうのは高くなっていって、集中力が高くなるから余計なことを考える時間がなくなって、バットになる時間が少なくなっていって、プラス事故になれるよねっていうことなんですよ。科学的なね、根拠とかもどん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 出てきているので、まあ、とにかくマイナス事故になりやすい、そういう風に落ち込んでいきやすいっていう人は、目の前のことに集中するんで、余計なことに答えを出さないっていう、この2点、この2点は絶対大事にしてほしいなというふうに思います。これからはマイナス思考になった時は、あ、自分今目の前のことに集中できてないな、変なことに答え出そうとしてるなっていうふうに、しっかりと自分を切り替えて、これから自分は何をしていったらいいんだろう、そして今自分が集中するべきことって何なんだろうっていうところに意識を向けていってもらえたらなというふうに思います。というふうな感じでですね、まあ僕こうやって自分のメンタルの持ち方であったりとか、プラスになれる選択っていうものをどん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 発信していってるんですけども、そうやって自分がまずはプラスになって余裕を持って、で、その余裕を周りにばらまいていけるような人を増やしていきたいっていうふうな思いで活動してて、で、そうやってコミュニティっていうのを組んでるんですね。で、そこではまあたくさんね、今まで僕の講座を受けてくれた方とかが集まってて、でそこでね、まあ自分を高めていくであったりとかね、誰かに対して価値を届けるためには何をしたらいいのかっていうことを提案してくれたりとかね、そういうふうな、まあ仲間っていうのができてきているんですよね。なのでぜひね、こうやって動画を見て、こうやってね、最後まで聞いていただけてるっていうのが何かの縁だと思うので、ぜひそちら参加していただいてね、自分の人生をより楽しくクリエイトして、そして自分の価値をより人に届けていってっていうような、集団の仲間入りをしていってもらえたらなというふうに思っております。ぜひね、概要欄から参加できるようになっていますので、参加して僕にメッセージポンと送っていただけるとね、まあシステム的に直接返すってことはできていないんですけども、しっかりそれを読んだ上でね、また僕がコンテンツとして返していったりとか、関わっていったりとか、まだね、講座とかで一緒にね、なんかこう一緒に楽しいことできるかもしれないですし、まあ、そうやって縁を深めていけたらなというふうにも思っていますので、ぜひ概要欄から参加していただけたらなというふうに思います。で、毎日こんな感じで動画もアップしていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。